ジム・スタインマンは、アメリカ合衆国の作詞家、作曲家、歌手、ミュージシャン、プロデューサー。ニューヨークで、東欧系、アシュケナジムユダヤ人の家庭に生まれた。1977年、スタインマンが全曲を作詞作曲した、ミートローフのアルバム、地獄のロックライダーがリリースされ、アメリカを中心に、世界的なヒットとなった。同作品では、 トットラングレンがプロデュースを担当している。なお、日本ではヒットには至らなかった。ミートローフの自作、デッドリンガー。1981年までは、スタインマンの楽曲を中心に制作されたが、訴訟などもあり、他元を明かすことになった。1981年には、初のソロアルバム、バット・フォー・グッドを発表した。この作品は、本来は、 ミートローフのセカンドアルバムになるはずであったが、ミートローフの喉のコンディションが良くなく、急遽ソロとして出すことになった。同作品からは、ロックンロールドリームズ・カム・トゥルーがシングルカットされ、アメリカで小ヒットとなった。その後、ボニー・タイラーやエア・サプライにも楽曲を提供。タイラーの愛の陰りは、全米一位の大ヒット、エア・サプライの渚の誓いも、 全米2位のヒットで2曲で3週に渡りビルボードの1位、2位を独占。さらに1984年の映画ストリート・オブ・ファイヤーに収録されたファイヤー・インクの今夜は青春も評判となる。1989年にはロックオペラオリジナルシンを発表。タイトル曲は後に映画シャドウの主題歌としてテイラー・デインによって歌われ、後に セリーヌ・デオンにカバーされて大ヒットする It's All Coming Back to Me Now も収録されている。なお、この It's All Coming Back to Me Now の PV はケン・ラッセルの監督によって撮られたことでも知られ、2006年には発売25周年記念でリリースされた DVD 付きの特別版で見ることができる。1993年にはミートローフと再タッグを組み、 地獄のロックライダー2地獄への帰還のプロデュースに参加して同アルバムの制作者の一人としてグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞した。2012年ソングライターの殿堂入りを果たした。2021年4月19日コネチカット集団ベリーの病院にて人不全により死去。去年73歳。ありがとうございます。